つも忙しく動き回っているというゆきさん。食べることが大好きで管理栄養士の免許を取り、最近ではケトジェニックダイエットアドバイザーの資格も取り、今後自分のお弁当事業を始めていきたいんだそうです。ゆきさん、はい、今作ってるお弁当もう見るからにすごい健康的な感じがするんですけど、ね、緑がしますね。こちらのお弁当はどういうものなんですか？はい、これは一応低糖質のお弁当になってまして、はい、私ケトジェニックダイエットアドバイザーっていう資格を、去年取ったんですね。はい、で低糖質で、はい、タンパク質をしっかりとで、あとはミネラル、うん、やったりとか、あと水分、オメガ3っていうのをこう取りましょうっていうのがあるんですけど、はいはい、それで今そういうお弁当を今開発中です。ケトジェニックダイエット、はい、まあ、要はケトン体を生成するっていう意味なんですけど、はい、要はその体を動かすのにブドウ糖が、うん、使われてるんですけど、はい、人間ってね、うん、でもそのブドウ糖がなくなると今度体の中でケトン体っていうのが作られるんですよ。はい、そのケトン体を、使って体のエネルギーに変えて体を動かすことができるんですけど、うん、はい、それはこう脂質から生まれてくるんですよ、はい、でそれで要は糖質を抑えて、要はその体の中にある内臓脂肪とかの脂肪を燃やして、はい、まあ、ダイエットにつながるっていう、食事療法なんですけど、はい、それでこう体を健康にしよう。ケトジェニックダイエットに、はい、取るといいよって言われてる食材ってどういう特徴があるんですか？はい、例えば、まずは、はいはい、緑のお野菜ですね。はい、土の上のお野菜っていうのをいっぱい取りましょうっていうのが、土の中は炭水化物ですか？糖質が含まれてる方が結構多かったりするので、まあ、取っても大丈夫なんですけど、はい、基本的には葉っぱ類とか緑色したものとか、さつまいもだったらさつまいもよりもさつまいもの葉っぱの方がいいよとか、台湾はよく食べますけどね、日本もいっぱい入れて台湾ではよく食べれますけど、日本では珍しい葉っぱがいいよみたいな。葉っぱがそうですね。あとはまあやっぱりお肉をしっかりとってもらって、体を作るのはタンパク質なので、今回は鶏肉ですけど、例えばラム肉とか結構ジビエとかになると、牛肉とかは亜鉛とかマグネシウムとか、はい、そういうミネラルもしっかり含まれてるんですね。はい、で推奨してるのは牧草牛っていう草を食べてる牛とかなんですけれども、うん、そういうお肉を取った方がミネラルもしっかり取れて、タンパク質もしっかり取れますよ、うん、で今メニューでもで牧草牛を使った、うん、お料理も今開発中ではあります。すごーい。ちょっとこだわりの、はい、お弁当、まあ、ちょっとなんですけれども、はい、お邪魔しました。大丈夫です。続けてください。ありがとうございます。はい、お弁当が完成しました。完成しました。なんか色が鮮やかでめちゃめちゃ美味しそうなんですけども、はい、ありがとうございます。ご飯とかパンとかそういうのがやっぱないんですね。そうですね、炭水化物は、うん、はい、基本的には入れてないですね。はいはい、でももうおかずがいっぱいで、そうですね、はい、下には野菜が基本的に、はい、水耕栽培の野菜が有機野菜ですね、うん、引いてまして、はい、上には鶏胸肉 の、はい、ソテーと、あとカチュカバロっていうチーズですね。あ、これチーズなんですか？チーズなんです、はい、ポテトかと思った、ね、ちょっとそんな感じなんですけど、はい、食べるとチーズすごく濃厚なチーズの味。こんな分厚く焼けるんですね、はい、溶けずに。こういう丸いチーズなんですけど、はい、それをこう切って表面にパン、小麦粉をはたいてフライパンで焼きます。はい、でもなんかチーズってカロリーが高そうで、そういうダイエットでつくものにはあんまりダメそうなイメージでしたけど、そうじゃないんですね。基本的にケトジェニックはカロリーは計算しないです。うん、あ、そうなんだ。はい、チーズはカロリーは高いんですけど、うん、糖質はとても低いので、うん、ケトジェニックはすごい最適なんですね。あとカルシウムとかそういったものも牛乳に比べるととても濃縮されて、はい、ギュッと詰まってるので、取っていただいた方がすごく体も元気になります。なるほど。この気になるチーズからいただきます、はい、どうぞ。うん、めっちゃ濃厚ですね、うん、なんかギュッ
と。そうなんです、本当にギュッと。すごい食べ応えもあるし、香りもすごくやっぱいいので、うん、お野菜と一緒に食べてもらうと、お野菜もドレッシング全くかけてないので、そうなんですか？そうなんです。こういうチーズとかあとお肉とかもしっかり味がついてるので、一緒に取っていただいたら、はい、濃厚。はい、あと、はい、気づいたのが、はい、ナッツが、そうですね、入ってる。ナッツも取った方がいい食材の一つですか？はい、ナッツはあの、うん、マグネシウムがあの豊富に含まれてるんですね。はい、なのであの1日、アーモンドだと大体20粒ぐらい取っていただくと、はい、いいと思います。アーモンドでも糖質も含まれてるので、うん、取りすぎると糖質がなっちゃうんですね。そうなんですね、多くなっちゃうので気をつけていただきたいです。はい、キノコもはい、そうですね、うん、キノコもあのそういうミネラルがしっかり含まれているので、うん、毎日しっかりとっていただきたい食材にはなりますね。おいしい。でもあの聞いたところによるとケトジニックって、はいはい、台湾でも今流行ってるそうなんですけど、そうですね、はい、日本と台湾でやり方がちょっと違うって聞いたんですけど、うん、そうなんですか？そうなんです。あの私は日本のケトジェニックの資格を取ったんですけれども、うん、台湾と日本の違いは、台湾はもう糖質しか見ないので、うん、もうあのご飯を食べない、麺を食べない、パンを食べないっていうのが主なその糖質制限としてあるんですけど、はい、日本の場合は、糖質制限をするのは当たり前なんですけど、あとはミネラル、あのマグネシウム、カルシウム、カリウム、あと亜鉛、オメガ3、うんうん、あとは水分、1日の摂取量が決まってるので。そんな成分の摂取量が決まってるんですか？決まってます。細かく細かく決まってます。難しそう。一応計算はね結構手間があったりするんですけど、うん、だからそういうアドバイザーの人がね必要なんですよ ね、はい、日本でもあの独自に糖質制限をされて体調が悪くなったりした方がいらっしゃると思うんですけど、そういった方はあの糖質だけを制限してしまって、要は他のタンパク質であったりとかしっかり取らないといけない栄養素が抜けてしまうと、やはり体にも不調が起きてしまう。なるほど。私もちょっと見習って、はい、ケトジェニックへ。これケトジェニックすると、はい、結構若返りとかにも効果があったりするんですか？そうですね、アンチエイジングの効果になるので、はい、ぜひぜひあのそのケトジェニックをすると、うん、そういう DNA のスイッチがポンと押されるので、うん、本当にお肌がツヤツヤになってきたりとか、本当にあの厳密に糖質制限をすると、うん、体脂肪が落ちてくるので、お腹周りのお肉がストンと落ちてきたりとか、背中のお肉とか取りにくいお肉がどんどんエネルギーとして使われていくので、うん、1ヶ月のうちにこの日1だけやろうとかそういう感じでやったら最初はいいかもしれないですね。そうですね、はい、ずっとあの一生続けるわけではなくて、うん、例えば1ヶ月のこの1週間は糖質を足らないでおこうって、うん、あのミネラルをしっかりとでやっていこうっていうのを決めていただいてやってもらうと、うん、暖食と一緒ですよね。やってもらうとあのすごく体にもあのいい影響が出てくると。体に飴とムツで。そうですね。やってみます。たまにやっぱりねご飯も食べたい時があると思うので。そうですね。